Всем привет! Мы продолжаем проходить Persona 3 Reload. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии под этим и другими роликами и, конечно же, прожимать колокольчик, чтобы не пропускать будущие видео и стримы. Погнали!君、うちの部員じゃないよね。山岸さんの知り合い？あ、さっき話してた。あ、じゃあ彼が君のこと山岸さんから聞いてるよ。新入部員の宛てにって、なんとなくあなたの名前出したとこなの。あなたの方から来てくれるなんて、すごく嬉しい子さん。僕、平賀圭介。 よろしくお願いします。圭介先輩、しっかりしてくださいよ。お願いされる方なんだから。部長でしょ。そうだよね。相変わらずですね。山岸さんも復帰して新入部員も増えたか。僕ももう少し部活やろうかな。あ、平賀先輩3年生だから 今年受験ですよね。いや、そんなことよりもさ、君って美術できる人？そうか。じゃあ逆に僕らが教わる機会の方が多いかもね。ここでこうして会えたのも何かの縁だと思うし、席を置いてくれるだけでもいいんだ。いいよね。 我は汝。汝は我。汝、新たなる絆を生み出したり。汝、運命のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え。
一応ここの出入りは部活関係者のみってことになってるから入部届だけは出してね。うちの部の活動日は火、水、木曜日だよ。テスト前の何日かは活動停止になっちゃうけど、おとなしく家で勉強しろってことだね。基本自由参加だけど、たまには顔を出してよ。まさか同じ部活になるなんてね。じゃあ早速手続きしてもらってよろしく。帰ったか。Капец, я так ждал, что я заберу этот таяки и отнесу его гурману. Но, как видите... Хотя, блин, может это яйцо подойдет ему? Надо попробовать. Но теперь ждать опять очень долго до следующего спота в холодильнике. Капец. Хотя, казалось бы, я забрал яйцо, и спот должен появиться. Ну да ладно. Блин, штука прикольная и мне пригодится, но это не думаю, что это может дать фанату еды. Java 2.
おはようございます。こちらエリザベスでございます。お話がございますので、ベルベットルームまでお越しください。あなたにとりまして重要な件と存じます。ではお待ちしております。そういやさ、お待ちしておりました。それでは。そろそろ今日は上がろうか。みんなお疲れ様。お疲れ様でした。お疲れっす。じゃあ片付けて帰りますか。痛みの原因を明確にしておいた方がいい。重大な病気の原因である可能性もあるからね。頭の他に痛いところはない？鼻や喉は大丈夫？頭の上を押さえつけられてる感じ？あー、また始まっちゃった。圭介先輩の問診攻撃。山岸さん、当分返してもらえないわよ。具合悪くしてる人を見つけるといつもああなの。学校の中とか外とか関係なしにね。ああなると長いんだよね。
大病院の一人息子なの。圭介先輩、病人を見るとほっとけないんでしょうね。多分どっかの医学部志望なんでしょ。後頭部から首筋にかけて痛む？後ろ向いてくれる？心配ない、ただの緊張型の頭痛だよ。すごくひどい肩こりってところだね。パソコンに向かってることが多いっていうし、運動不足なんだろうね。美術部の僕が言うのもなんだけど。ただの風邪だと思ってたんですけど。心配なら触診もしておこうか。上着脱いで胸出して、あと口開けて舌を見せてくれるかな。え？いや、大丈夫です。寮近いですし、彼も一緒ですし。ああ、ごめんごめん。で、君たち寮生なの？山岸さんはしっかりしてそうだから想像つくんだけどね。炊事とか。君も洗濯とかしてるの？一人で寂しくない？ごめん、山岸さんの症状のこと無視しちゃって。近いって言っても歩くと距離あるんだし、大事を取ってタクシー呼んだら。揺れると頭に響くだろうからハイヤーの方がいいと思うけど。本当に大丈夫ですから。素晴らしい。楽しみにしております。気配がいた。それでは。
山岸のおかげで、これからは私も探索に行ける。ただ、前線の4人体制は今後も継続しようと思う。正確なバックアップのためと、不測の際、救出に回れる人員も必要だからな。それに、この間の満月のようなこともある。山岸一人を置いてはいけない。編成はリーダーの君に任せる。できる限りの力を尽くします。それでは探索開始だ。体力や気力は大丈夫ですか？無理はしないでくださいね。ミツルのペルソナは本来前線向きだ。遠慮なくこき使ってやれ。お手柔らかに頼む。だが期待には応えよう。あれは手強いぞ。このまま行こう。あれ？階層によって広さにもかなりばらつきがありますね。狭い分には大歓迎だ。とっとと先に進めるからな。
の箱があるようだな。山岸の加入は大きい。情報支援は探索の生命線だからな。お役に立ててるならよかったです。引き続けたい。チャンスだ。手強い相手です。ご注意を。この状況なら的確な指示、見事だ。続けて頼む。調子いい。はあ、
や。この相手の解析を進めますか？解析完了です。どうする？いや、あ、所持品の中に弱点をつけるアイテムが。ここトルネウ。この状況なら。よし、登れ。強敵です。気をつけてください。あの、慎重に。きらめく命の灯火よ、みんな照らして。解析準備中です。もう少し時間がかかりそう。
どうする？ペルソナ！行こうか。ああ！攻め時だ。急所をつく。フェンセスレア。感じ取れるようです。分かり次第お伝えしますね。ああ、そうしてく。
をつけろ、敵だ。シャドウがいるぞ。ここは起伏が激しいです。シャドウを見逃さないよう注意してください。あの箱開けて損はなさそうだ。ここに階段があったか。タルタロス、奈落を意味する子だが、やはりそこ知れぬ場所だな。俺がも機嫌よう。私からのお願いです。それでは。ここも気は抜けんな。武器が交番で買えるなんてびっくりだよね。まあうちらにはありがたいけど。シャドウがいるな。化石準備中です。もう少し時間がかかりそう。ここは
シャドウがいるな。 もうお気づきでしょうが、 徘徊するシャドウは 無限に現れるようです。 効率的に戦うしかない。 そうも言っていられないこともあるな。 シャドウがいるな。 階段だな。 あ、宝箱があります。 移動でスタミナを奪われないよう、 持久力も欲しいところだ。 宝箱だな。 どうする？ あれにしかない箱。 装置だが、俺はまだいけるぞ。
こから登れ。あの変なやついないといいけど。狭い通路に階段、徒歩で進むより他ないのが辛いところだ。ペルソナの新たな力か。問題ない。行くぞ。
Что ж, пожалуй, на этом серия заканчивается. Не забывайте оставлять свои комментарии под этим и другими роликами. И, конечно же, прижимать колокольчик, чтобы не пропускать будущие видео и стримы. Всем спасибо и до новых встреч в следующих видео. Пока-пока.